はいどうも、トラジローです。今回ですね、 FF14 のプレイヤー層についてマスター視点で本音を語ります。まあ今回のような MMO と言われるオンラインゲームに関していろんなゲームがありますけど、そのプレイヤー層っていうのはねどうなのかっていうことを、マスター視点で解説します。なんでマスター視点なのかっていうのはね、自分は FC っていうものをね、FC マスターっていうのをやってるんですけど、その FC を通してたくさんの人とやっぱり出会うことがあるので、少なくともこの世界の中でに限るんですけども、人と接する機会が多いのかなと思います。そこでいろんな方を見てきて、そのプレイヤー層っていうのがどうなのかっていうのをね、ちょっと本音で解説していきたいと思います。プレイヤー層についてはめちゃめちゃいいです。はい、めちゃめちゃいいです。もう語彙力って感じなんですけども、これなんでかっていうと、多分ねこのゲーム結構難しいんで、基本的にこの層がね大人が多いっていうことで、あえてちょっとね悪い言い方すると、考えて発言できる人が多いっていうイメージなのかなと思います。一緒に戦闘とかコンテンツとか、行っても基本的に大人な対応する方が多いです。ただごく稀にね、んっておかしいなって思う人がいると思うんですけど、もしかしたら、子供かもしれません。まあそういう風に考えればね、メンタル的にも楽ですし、まあ、基本的には社会人の人が多い FC を運営してて、やっぱりその中でだと、会話が通じるというか、話が合うというか、違う趣味の話もできるような環境を作っていきやすいっていうのがこの FF14 の特徴である。で、他のゲームでも実はギルドマスター的なことをいくつかやったことあるんですけども、それ中でもやっぱり人と接しやすいっていうことが個人的にあるかなと感じました。まあこれ自分もね、年を取っていったから考え方が変わってるのかもしれないっていうところはあるんですけども、今回この YouTube を通して分かったこともここでお話しさせていただきます。まずこのチャンネル視聴者層ですね、 FF14 で検索して来られる方がほとんどなんですけども、このチャンネル動画を見ていただいている方の層、ここで発表させていただきます。再生回数が過去28日間で15万なんで、過去28日間での視聴者層を発表します。はい、まず13歳から17歳、この層は0です。はい、若い人いません。で、次に18から24歳が 13.9% と、ここで一気にちょっと増えるんですけども、次でガクッと増えます。25歳から34歳、 41.0、これは僕と同世代なんですけども、この辺りの年齢層が最も多いということで、やっぱり、成人超えて社会人になれてる方が多いのかなと思います。で、さらに35歳から44歳、 29.2%、 これも多いです。やっぱり大人の方が多いですね。この35歳から44歳になると、まあ、中年クラスって言って、まあ、大人としての考え方がある程度固まってくる時期かなと思うんですけども、ということで、さらにここからはもっとびっくりします。45歳から54歳、こちら 13.7% っていうことで、比率としては少ないんですけど、これ人数で換算したら結構いるなと思って、個人的にはやっぱりいくつになってもゲームは楽しめるもんだなと、逆にこういうデータ見て非常に嬉しく思ってます。自分もおそらく死ぬまでゲームはやると思います。ゲーム好きやし。で、次に55歳から64歳の方が 1.9%、 もうね60歳迎えてもまだまだゲームやるとということで、一番びっくりしたのは65歳以上 0.3%、 まあ非常に層は少ないんですけども、65歳以上の方もやっぱりゲームはやられてるということで、まあいくつになってもゲームして遊べるんだなと。ただこれアカウントの統計なので、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃん、もしくは親のアカウントを使ってゲームをされている方もね、もしかしたらいるかもしれないんですけども、こういったことから遊びやすい環境でもあるというのがこの FF14 の特徴かなと個人的には思ってます。一番このゲームやってから驚いたのが、女性プレイヤーが意外と多いっていうことです。もともと僕オンラインゲームはそんなにやらなかったんですけども、もう勝手なね、これ個人の偏見ですよ、個人の偏見ですけど、昔は、ほぼほぼ男子しかゲームしないだろうと思ってました。自分のね小学校とか中学校を見てても、まあ見なかっただけで実際どうなのか分かんないんですけども、基本的にゲームの話が合うのは男子メインばっかりでしたね。そこから大人になって、まあ、ゲームひたすらやり続けてきましたけど、こうオンラインゲームをやるようになってから、基本的にはこのプレイヤー全てが僕男性だと思ってたんですよね、最初は。で、初めて FF11 をやった時なんですけども、11の時は周りはほぼ男性でした。てかもう男性しかやってないと思ってなかったんで、そもそもそういう概念がなかったですね、男性女性という区切りが。じゃあ14をやりだしてから、最初ずっと男やと思ってた人が、ある日突然こうなんか話してると、あ、女性なんっていうことがねたびたび発覚して、
でそこからね気づき出してから、自分の周りに女性プレイヤーの方が結構いるなっていうことを途中から気づいて、ごめんなさい、それまではずっと男性やと思ってましたマジで。ということで、まあ、男女共に遊べるゲームでさらに大人の方が多いっていうことで、まあ、これはまた非常に幅は広いものの遊びやすいゲームなのかなと思います。 FC マスターやってるとね、いろんな方とも出会いますが、やっぱりその層でもいろんな人がいて、ちょっとおかしいなっていう人もやっぱり実際もう正直いたりします。で過去に FC メンバー入って特に抜けてるんですけども、ストーカー行為をね、してしまう方もいたということで、まあ、そういった方はね皆さんぜひ気をつけましょうっていうことで、そういった時は FC マスターに相談するか、もしくは運営に報告ですね、サポートに報告するという形をとって、何らかのこの対処をしていく必要があるのかなと思います。大人が多くてね、いかに遊びやすい環境とはいえ、ごくたまにやっぱそういう人がいて、そういった人に引っかかってしまう、出会ってしまうっていうこともあると思うんで、その点はねぜひ気をつけながら楽しくプレイをしていければと思います。まあ、でもね普通にプレイしている限りはね、そういった関係であんまり会うことはないと思うんで、うん、もし会った時はすぐさま相談するということをね取りましょう。もう一人でなんかほっといて解決しようとすると、何かしらのこうトラブルに、ま、なる可能性があるので、そういう時はねもうサポートに報告しましょう。でこのゲームサポートが結構やっぱ強力強いです。何か問題があった時はすぐに対応してくれるんで、もう安心して報告しまって大丈夫ですんで、はい、といった感じで今回はねこの FF14 のプレイヤー層について解説しました。やっぱりねこのゲーム今世界的にも大変人気で、この間デジタルファンフェスとかやってもねすっごい人気でしたよね。びっくりしましたね。もうはい、それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。